かわいい、ブチの子犬が京都の街を歩く、美しく、愛おしく、切ない、心にしみる、1980年代の CM、子犬の名前は、トリス。皆さん、この子犬の隠れた真実をご存知でしょうか？実はトリスは保健所にいた犬です。CM 撮影のために引き取られてきました。撮影が終わった後、引き取り手のないトリスは撮影所で飼われていましたが、縁あってある人に引き取られました。この CM がなければ、トリスは殺処分になっていたでしょう。CM の最後に流れるナレーション。いろんな命が生きてるんだな。元気で。とりあえず元気で。みんな元気で。まさにトリスにぴったりです。生後すぐに捨てられ、運よく CM に出演し、アイドル犬になり、最後は幸せな家庭犬になったトリス。この不思議な運命の物語は童話になり、名優犬トリス、著者、山田道夫さんで刊行されています。CM 曲は、ビリーバンバンの菅原進さんが歌っています。歌詞はなく、スキャットだけで歌う、琥珀色の日々。そして、一番最後に少しだけ流れる、琥珀色の肝心のトリスウイスキー。何の CM かわからない演出が心にくい。京都の街並みと子犬の情緒あふれる映像美。この洗練された素敵な昭和を代表する CM は、カンヌ国際広告映画祭、CM 部門金賞を受賞しました。それでは、トリスウイスキー、雨と犬、CM をどうぞ。命が生きてるんだな。元気で、とりあえず元気で、みんな元気で。